はい、どうもご視聴ありがとうございます。ひとちゃん飼育日記ということでですね、こちらでっかい人外さんとなって庭で拾った成人男性のお世話をする育成ゲームとなっております。こんなちっちゃい人を拾ったと、まあ巨人側になれるゲームですね。やっていきましょう。数日前から木の根元に住み着いたでかい害虫を退治しようと庭に出たところ、もう駆除されていた。こいつどういうことだ。困惑しながら足元へ目を向ける。すると仰向けになって足を丸めた虫の死骸の横に謎の小動物が落ちているのに気がついた。一体何の動物だろう。しゃがんでじっくりと観察してみたところ、多分人だという結論に至った。どうやら虫と相打ちになってしまったらしい。といえばこの低木の穴は人の生息地とたまにつながることがあると、この借家を契約する時に言われた覚えがある。事実これまでたまに人のものらしき痕跡を見つけることは何度かあった。だがはっきり姿を見たのはこれで初めてだ。それにしてもようやく人の姿を見られたと思ったら死骸とはモグラみたいな感じだな。とにかくこのままではかわいそうだ。せめて土に埋めてあげよう。そう思いトングで人をつまみ上げた次の瞬間、人がうごうごと動き出した。うわ生きてる、うわ怖いなって衝撃のあまり思わず手を離してしまった。当然トングにつままれていた人はなすすべもなく草木にポトリと落ちる。地べたに転がった人は小さな手足を突っ張り、なんとか立ち上がろうとしているようだ。だがその動きは弱々しい。どうやら足のうちの一本を怪我して歩けないようだ。足のうちの一本、まるで二本じゃないのが普通みたいな。これは大変だ。私は早速人を空き缶に入れ、最寄りの動物病院に連れて行くことにした。優しいね私は。獣医さん曰く、獣医さんなんだお前、虫の毒で麻痺してるだけで骨や筋に異常はない。きちんと薬を与えて安静にすれば大体数日くらいで綺麗に治りますとのこと。ああよかった、じゃあ可愛がってあげよっか。というわけで人が元気になるまでの数日間我が家で保護することとなった。幸い私は在宅の自営業だ。比較的に時間の融通が利くし、長時間人を留守番させることもない、安心だ。とはいえ一人暮らしでペットを飼った経験がないのが若干不安だが、確かにね、どっか飲み会とか言い出しても大変だしな。まあ新しい飼育ケースの中で人はぐっすりと眠っている。病院で打ってもらった薬がよく効いたらしい。かわいいねこの人ちゃん。元から着ていた服は虫の汁と泥でべちゃべちゃだったので着替えさせたが、その間目を覚ます気配すらなかった。じゃあすっぽんぽんにさせたのね。あまりにも深く寝入っているので少し心配になるが、獣医さんが大丈夫だと言っているのだから多分大丈夫なんだろう。オスメスこれどっち。むしろ余計なちょっかいをかけて人がストレスを受けてはかわいそうだ。しばらくそっとしておこう。よくこんなケージ用意してたね。ふと気がついたが、数日後には野生に返すとはいえ、いつまでも人と呼び続けるのはさすがに良くない気がする。せっかく一緒に暮らすなら何か名前をつけてあげたい。さてどんなのがいいだろうか。困ったこれは。しばらく考えた結果思いついた候補は次の2つだった。よかった、選ぶ式でよかった。入力しろと言われたら元子とつけるのもなんかちょっと変な感じだしな。どんな名前をつけようか。あ、何がにゃにゃにゃと誰か。あ、誰か、誰か。あ、にゃにゃ、誰かにしようか、誰か。少し迷った後、誰かと名付けることに決めた。病院へ行く道中、しきりに誰か誰かと泣いていたのが印象的だったからだ。こいつがね、誰か誰かって。そう決めた、ん？そう決めた直後、タイミングよく誰かが目を覚ました。誰かはまだ夢見心地のようで、ぼーっとケージの中を見回している。なんか、あれ？人形？誰か誰か？早速つけたばかりの名前で呼んでみる。呼びかけた瞬間、誰かは跳ねるように起き上がった。返事をしているつもりなのか、しきりにピーピーと泣いてら、かわいいね。それにしてもよく泣く、活発なタイプの子なんだろうか、それとも慣れない環境で警戒してるだけ。人は泣き声での感情表現が豊かとは聞いたことがあるけれど、残念ながら私には全く聞き分けがつかない。この泣き声が喜んでいる時のものなのか、それとも嫌がっているというアピールなのかすら不明だ。確かにね、言語を理解しないといけないな。言語理解ついてるじゃん。俺今度は飼い側ですか。これは尻尾や耳がある動物ならなんとなく機嫌が分かったりするのだが、確か分かりづらいね。というかそもそも人に表情なんてあるんだろうか。まあ喜怒哀楽は分かりにくいところも、ぬいぐるみみたいで可愛いんだけれども、私から見たらこう見えてるってこと。これなんかすごい違和感はあるよね。人間だっつってんのに人間じゃないもんな顔が。勝手に和んでいると誰かがふらふらと立ち上がった。怪我した足を引きずりながらゆっくりと窓の方へ近づく。そしてガラス越しにこちらを見上げて、あ、目があった。その瞬間、誰かは珍妙な鳴き声を上げて硬直した。そして数秒後、ケースの床にバタリと崩れ落ちた。喜んでるのかな？照れちゃってる？一体なぜ？思わず呆然としたが、そういえば心当たりが一つだけある。人はとてもデリケートな動物で、自分と極端に違う生き物や見慣れないものに対して多大なストレスを感じるのだ。と、前にペット雑誌で読んだことがある。じゃあ隠れる場所を用意しておいてあげる？
それに強い匂いや酸性の粘液も人には良くないから、触れ合える時はできるだけ身なりを整えて清潔にするべしというアドバイスもあった。今の自分はどうだろうか、もうそろそろ鏡を覗き込んでみる。とりあえず明らかに人型ではない。それどころか不定形すら保てず、端々から粘液が垂れている。私こんなのです。どうしましょう。かわいい。慌てて身なりを整え、なんとか誰かが失神しない程度に体の形を整えた。どっちもどっちって感じだけどな、マジで。そういえば在宅での業務がメインになってからというもの、致命的にだらしなくなっている。あるあるなんだ。ドロドロの不定形でいても誰から文句を言われない環境に完全に慣れてしまっていたのだ。会社行くときはちゃんと不定形じゃないようにしようみたいな。しかしこれから誰かのためにもしっかり身なりを整えなくては。いや、その前に人のことをもうちょっと勉強するのが先だろうか。どれから先に手をつけようか。人に関する飼育本が何冊かある。さて何に関するものを読もうか。でどれを上げていくかっていうこと。じゃあ言語理解だな。まず言葉が分かりやすい。あ、なるほどね。これをやると吹き出しの文字内容が変化すると。で心情変化は、キャラの顔が今見えてないのは俺が心情理解できてないからなのね。で身だしなみは、好感度マイナス10の選択肢を選んだ際、好感度がプラス10回復する、なんか特殊能力みたいなローグライクゲームみたいな能力になってるけど、まあこれだとちょっと悪意が伝わりづらくなるってこと。悪意がないけど、悪意がないことを伝わりやすくなると。じゃあまずはちょっとでも言語理解だな。なんて言ってるか分かりたい。独自の言葉を使うのは野生種だけで、ペットとして飼われる種類は使わない。なるほど、野生の人って賢いんだな。身だしなみレベルが向上した。身だしなみレベルが向上した。おお、言語理解がかかったこと。夢中になっているうちにすっかり夜も更けてしまった。明日もあることだし、そろそろ休もう。さあどうだろう。これで何で夏休み3日、保護した人の様子が気になって少し早めに目が覚めた。カーテンを開ければ雲一つない快晴。今日はすごくいい天気だ。一日の始まりとしては申し分ない爽やかな朝だが、さて誰かは元気だろうか。なんだこれは。床には巣箱の中に入っていたはずのクッションが散乱し、ひっくり返った椅子の足に毛布が引っかかってる。まるで竜巻が通ったようなあれようだ。もうやんちゃだな本当に。一体何が起こったというのか。いや、そんなことより誰かの姿が見当たらない。慌てて誰かの姿を探すと、すぐに巣箱の中でガサゴサとうごめいている誰かを発見した。どうしたの。思わず大声が出た。その声に反応したのか、誰かは巣箱から飛び出した。誰かは片足を引きずっているとは思えない速度でこちらに這い寄ると、ケースの窓をバンバンと激しく叩き始めた。誰、カバンない、己って、なん俺のカバンないっつってんのか。いや、なんで言語理解ゲームみたいなことやんないといかんのよ本当に。同じ解読方法してる。今にも窓を破らんばかりだ。可愛らしい小動物の意外な生命力に気をされる。とはいえ、か弱い人の力ではアクリルガラスの窓が割れるはずもない。元気なのは嬉しいが、このままでは誰かの方が怪我をしてしまうかもしれない。心配だ。それにこんなに必死になるということは、何かこちらに伝えたいことがあるのかもしれない。お願い返してって。入試が願書出したのに全然届かないよ。お願い願書返送してって。誰かが伝えたいことは何だろう。なんか全部違うけどね。体を動かして遊びたいよっていうことでいいんじゃない。じゃあきっと体を動かして遊びたいんだろう。何せ大自然から急に狭い飼育ケースの中に連れてこられたんだから無理もない。しかしあいにく人用のおもちゃは買ってない。どうしようか。そう思った時、机の上のペンが目に留まった。ふわふわしたボール型の飾りがついたペン。それじゃ何の意味もないな。いや、なんか外出してあげたらいいかなと思ったけど、でもそれじゃ逃げちゃうか。そういえばなんとなく人はボールで遊んでるイメージがある。遊び方はよくわからないけど、とりあえず猫をじゃらすような感じでいいだろう。飼育ケースの中にボールペンを差し入れ、誰かの前でゆっくりと振る。猫はいるんだこの世界。そして反応がない。どうしてだろう。振り方が悪いんだろうか。でも表情つけたいな正直。ちょっとこれサムネにならないよこのままじゃ。そういえば昔実家で飼っていた猫も、私の猫じゃらしにだけ全く興味を示さなかった。いや、うまい下手の問題以前にケース内で遊ぶのは無理があったのかもしれない。入り口が狭くてペンがうまく動かせない。不意にボール飾りがケースの床に当たって跳ね、誰かの顔面直撃した。痛い。誰かしばし呆然としていた。何が起こったのかわからないという感じだ。だがすぐに跳ねるように立ち上がると、誰かは慌てて巣箱に籠城した。これは明らかにやらかしてしまった。普通に動物でもよくないな。誰かは不信感を抱いてる。その後いろいろと考えた末、もともと着ていた服を返してほしかったのではないかと気がついた。カバン返してって言ってるから、それでよかったのか。
確かまだゴミ、あーついてるね。確かまだゴミ出しはしていなかったはず。慌ててリビングのゴミ箱を漁り、汚れた服とカバンを見つけた。よかった、ギリギリセーフだ。ほっと胸をなで下ろし、ピンセットでつまんだケースの中へ差し入れる。はいはいはい、あ、びっくりと。誰かピンセットの先にあるものを見ると大きな掛け声を上げ、足を引きずりながら駆け寄った。真っ先にカバンへ飛びついて中身をまさぐっている。予想に反してシャツや上着には見向きもせず、出てきたのは古そうな本が数冊と分厚い手帳、それに水筒、どれも綺麗な状態だ。幸い泥も虫の汁もカバンの中までは入り込んでいなかったらしい。どうやら誰かが探していたのは服自体ではなく、その中にしまっていたもののようだった。とにかく誰かが喜んでくれてよかった。私は一安心し、すっきりした気分で仕事部屋へと向かった。はいはいはい、なるほどな。まあでも言語理解できててもできたかっていうと微妙だな今のは。あー疲れた。作業も一段落したし、そろそろお昼休みにしよう。デスクトップをスリープにし、這うようにして作業部屋から出る。本当に張ってそう。リビングへ入るとじわりと汗がにじんだ。窓から見える太陽は高く真上に昇っている。多分今が一番暑い時間帯だ。しまった、こんなに暑くなるならカーテンを閉めておけばよかった。ほんのりと後悔しつつ、部屋に差し込む日差しのまぶしさに目を細める。とどこからかペチペチと小さな音がした。何してんの？ん？なんだろう。耳を澄ますと、音の発生源は誰かのいる飼育ケースらしいと分かった。何事だろう。不思議に思い、そっとケースを覗き込む。ん？ああ、なるほどね。すると誰かが飼育ケースの窓をペチペチと叩いているのが目に入った。なんて言ってる？誰かいますかって。助けてください、水。あ、水、喉乾いてんだ。そういえば今朝も似たようなことをしていた気がするが、また何か探しているのだろうか。まあ普通にやったらでもこれだけで十分だよな。初めはそう思ったものの、誰かの様子を見ているうちになんだか胸騒ぎがしてきた。あの時とはなんだか様子が違う、そんな気がする。まあ確かにな、犬も喉乾いてる時意外と分かりづらいからな。どうすればいいだろう。喉が乾いてるに違いない、水をあげようと。喉が乾いてるんだろうか。しかし水なら昨日あげたばかりのはず。そんなに毎日水をあげて大丈夫なんだろうか。はあ、そうなの、植物感覚。とりあえず検索欄に人、水、頻度と入れて調べてみると、なんだか細々と書いてあるが、つまりは人はたくさん水分補給しなくてはいけない動物で、理想を言えば常に自由に飲めるようにしておかなければいけない。そうね、餌は1日 2,3 回、水は常に飲めるようにして。意外と重いのかもしれませんが、人はその小さな体に反して食事の頻度が多く、1日に2回から3回ほど餌を与える必要があります。まあまあそうですね、おしっこの場所とかも用意してあげるといいですが、まして一日中水を与えずに放っておくのなんてもってのほかということのようだ。驚いた。まさか人がそんなに水と餌が必要だったなんて。体はこんなに小さいのに。いや逆に小さいからすぐお腹が空くのか。まあ確かに小さい動物の方が食事回数多いか。いやそんなことどうでもいい、緊急事態だ。我に返り、慌ててキッチンへ走り、コップに水を汲んでくる。ティースプーンですくって飼育ケースの中に差し入れると、誰かは一心不乱に水を飲み出した。よほど喉が渇いていたのだろう。ああ信頼が上がった、よかったよかった。誰かスプーン 2,3 杯ほどの水を飲み終えると、力尽きたように眠り始めた。それにしてもかわいそうなことをしてしまった。これから餌やりの時間にも気をつけないと。まあでも置いといてあげるのがいいと思うけど、水いつでも飲めるようにしといてくれよ。あれこれしているうちに気がつけばもうすっかり夜。それにしても今日は大失態だ。人を飼うのって本当に難しい。いい飼い主になるためにしっかり勉強しないと。あ、じゃあ今度は心情理解しようか。心情理解、心情理解ね。人は嬉しい時にも怖い時にもキャーと泣くことがあるのか。喜ばせているつもりで怖がらせてしまっていることもあるから注意と。なるほど。うん、身だしなみ、また身だしなみレベルが上がった。夢中になっているうちにすっかり夜も更けてしまった。明日もあることだし、そろそろ休もう。さあ今日もいい天気、お出かけ日和だ。誰かの様子を見ようとしてふと思い出した。そうだ、動物病院で薬をもらっていたんだった。そうなの。カバンの中に入れっぱなしだった紙袋を開くと、軟膏のチューブと錠剤シートが転がり出た。昨日はバタバタしててつい忘れてしまった。錠剤は朝夕2回で、軟膏はチューブの裏面に書かれた注意書きに目を通していると、またふと思い出すことがあった。何？そういえば診察の時に獣医さんがこんなこと言っていた。塗り薬や触られ慣れていない子だと嫌がって暴れるケースもある。確かにな、なんか粘液塗られて。誰かおとなしくしているし凶暴な子には見えない。とはいえ野生生物だ。しかも私自身も人の扱いに慣れてるとは言えない。いきなり薬を塗るのはさすがにハードルが高すぎる。そこで一度手の上に鳴らして、そこで一度手の上に乗せて鳴らしてみることにした。ケースの上ま、あ、ちょっと顔がわかるようになってきた。
ケースの上窓を開け、怖がらせないようにゆっくりと手を差し入れていく。何？軽く掴むくらいならそこまで嫌がらないだろう。でも怖いよな。驚いた、びっくりと。誰かはびっくりと激しく体を震わせ、それから 2,3 歩後ずさった。怯えているようだ。これはもうやめた方がいいかもしれない。だがそう思った直後、誰かが急にペタンと床に座っておとなしくなった。そのまま逃げる様子もない。よかった、どうやら警戒を解いてくれたようだ。警戒解くというか、怖いから何もしなくなっちゃったみたいな。ほっと胸をなで下ろし、すっかり体の力が抜けた誰かを優しく手に包む。そのままケースの外へ出してみるが、やはり無抵抗だ。うん、これならこのまま薬も塗れるかもしれない。どこに置いたっけ。ああ、私食べられると。終わった、ダメだって。力が弱まった。薬のチューブを探してテーブルの上に視線を走らせる。その一瞬、誰かから意識がそれた。絶対逃げてやる、ラッキーチャンスだ今だって。いや、言語理解ゲームやんかよ本当に。誰かは完全にパニックになっていて、周囲の様子が見えていないようだ。一体どうすれば。怖が、でもこれ逃げちゃうよな。逃げようとしてんだから。落ち着くまでしばらく何もせず、またこのままかな。誰かはパニック状態だ。ここで不用意に動くと余計に錯乱させてしまうかもしれない。焦る気持ちをぐっと抑え、深呼吸は悲しい顔しとる。できるだけ刺激しないよう身動きせず、誰かが落ち着くのをじっと待った。食べないって、食べろうとしない、なんでって。誰かの抵抗は徐々に弱まり、数分後にはすっかり落ち着きを取り戻していた。単純に疲れ果てたという可能性もあるが、どちらにせよ今がチャンス。爪先でズボンの裾をまくり、素早く軟膏を塗りつけた。あららら、あーで帰ってきた。返されたって。やっぱ表情あるといいよな、ほんと。表情わかんないとあんまりなんか勝ってる感じしないけど、表情わかるとすごい楽しくなってきた。これでよし、呆然としている誰かをそっとケースへ戻す。誰かは薬を塗られた箇所を気にしているようだった。だが拭いたり舐めたりしないところを見ると、怪我を治すためのものだということは分かってくれているらしい。あ、じゃあ飼われてることも分かってる。やっぱ食べなかったっていうことで、そういう感じかなって思ったんかな。何はともあれ、とりあえずはこれで一段落だ。誰かからの信頼が上がった。オッケー、早めに仕事が終わった。窓の外はまだ明るい。いつもなら鼻歌でも歌いたい気分になるところだが、一つ心に引っかかっていることがある。何？飼育ケースを覗き込む。やっぱり誰かはどこか元気がない。やはり朝の一件が尾を引いているのだろうか。どうにかして誰かを元気づけてあげたいが、元気づけるね。そうだ、何かおもちゃを買ってあげよう。何？ゲームボーイアドバンスでも買ってあげる。人は賢い動物だから、飼育ケースの中は刺激が少なすぎてストレスに違いない。まあ確かにそれはそうだよね。楽しいおもちゃがあればきっと誰かも機嫌を直してくれるはずだ。スマホ欲しいな。そんなわけで早速私は近所のペットショップを訪れた。かわいい。あー、首輪つけられて。おのれはなんでみ、ここどこって。もちろん誰かも一緒だ。この通り、しっかり首輪とリードもつけている中国人ですか、この。この誰かは中国の方。それにしてもさすが大型店舗、あまりメジャーなペットではない人ですらきちんと専用コーナーが設けられている。正直品揃えが良すぎて何を買えばいいのかわからない。とりあえず目についた商品を手に取ってみた。どんなの置いてあんの。ガチャガチャ、イネズミ回しね。カラフルな回し車だ。ポップなデザインに反して頑丈な作りのようだ。悲しい顔してる。あれ、俺乗るのって、やだよって。考えてみれば誰かはもともと大自然の中で仲間とのびのびで生きていた野生の人だ。いくら保護のためといっても、こんな狭苦しいケースにずっと閉じ込められていたわ。ストレスがたまるだろう。怪我が治りきっていない状態で運動なんかさせていいのだろうか。なんか運動なんかでとも少し考えたが、そろそろ足の具合も良くなってきたし、むしろリハビリがてらに少し動いた方がいいかもしれない。嫌がってるよ、俺乗るのって。おもちゃって、普通の顔してる。人の形をしたのは可愛いぬいぐるみだ。柔らかい生地を使っていて肌触りも抜群。目のボタンやドレスの装飾がちょっと気になるところだが、誰かは賢いからきっと、ここら辺ね、確かに犬にこれ与えたらここら辺食べちゃいそうだね。きっと引きちぎったり食べたりはしないだろう。それにしても小さいながらよく作り込まれていて、まるで本物の人のようだ。なんか変なことしたい、誰か。そういえば人はもともと群れを作って暮らす動物だと聞いた。実際ペットとして飼う場合にも多頭飼いが推奨されているようだ。あ、そうなの。それなのに誰かは仲間からはずぐれた上に一人ぼっちで、さぞ心細いだろう。多頭飼い推奨で餌を1日2、3回あげなきゃいけないって地獄やな。しかしこれがあればもう寂しくないのかもしれない。これあげてどうなるのかちょっと見たいな。なんか余計なことに。ああ、なるほどね、本ね。コーナーの一角に豆粒のような本が並べられている。そういえば人の中には文字の書いてあるものに強い興味を示す個体もいるらしい。児童書ですかみたいな。とはいえ興味を示すだけで別に意味が分かっているわけではないらしいのだが、どこかで聞いた豆知識を思い出しながら見本を一冊開いてみる。古い
昔読んだことあるみたいな。どうやら私も昔読んだことのある児童書を元にしていたらしい。意外なことに表紙も中身もしっかり本物そのまま、素晴らしい再現度だ。どうせ人にはわからないからといってめちゃくちゃな内容にしているわけではないらしい。これならペット用とかではなく純粋にコレクションとして欲しがるものも多いだろう。そういえば誰かは文字のようなものを書いていたし、この本の内容にも興味を示すかもしれない。それに正直言って私もちょっと欲しい。どうしようかな、これ迷うね。その後もいろいろと商品を見て回ったが、ケースのスペースや値段を考えると結局初めに手に取った3つが候補に残った。どれも捨てがたいけどどうしよう、どれを買おうか。迷うな、これ本当に迷うな。回し車はないとしても、ぬいぐるみちょっと面白いかな。どんなことすんのお前。悩んだ末、ぬいぐるみを買い物かごに入れた。誰かも一人ぼっちで寂しいだろう。これで少しでも慰めになればいいんだが、慰み者に。早速レジに向かい会計を済ませると店員が声をかけてきた。何？あのお客様、ただいま開店1周年の記念でくじ引きを行っておりまして。店員はカラフルな紙幣が入ったカゴを差し出しながらそう言った。このお買い上げ金額ですと2回引いていただけますよ。促されるままに2枚取り、小さく折りたたまれた紙を開く。1枚は残念賞のベッドシート、そしてもう1枚は、あ、なんと2等の人用絵本だった。ああ、よかったね。じゃあ結果的に、ほら誰かお友達だよ。帰宅後、そう声をかけながらぬいぐるみを飼育ケース投入する。何のためにって。ぬいぐるみを拾い上げた誰かはなぜだかしばらく固まっていた。数十秒ほどフリーズの溶けた誰かはぎこちない仕草でぬいぐるみをさすったりゆすったりしている。そしてしばらくすると動きを止め、ちらりとこちらを伺うような姿勢を投げてきた。ここ数日世話をしてきたおかげだろうか、その時不意に誰かの訴えたいことが分かったような気がした。本が欲しいって、これは多分ちょっと困ってる、あとだいぶ気を使われているペットに気を使われるという。ああ、誰かの反応はまあまあだ。これは完全に失敗した。どうしよう。頭を抱えたその時、くじで引き当てた絵本のことを思い出した。これだ。すかさずくじで当てたおまけの絵本をケース内に投入する。もうこれで信頼関係上がってくれよ。案の定誰かはおまけの本の方に夢中になった。うん、本命はそっちじゃなかったんだけどな。何はともあれ誰かが喜んでくれてよかった。等身大人間のぬいぐるみ、女の子のぬいぐるみを何とかしないの。そうこうしているうちに気がつけばもうすっかり遅い時間だ。おもちゃのついでに新しい飼育棒も買ってきたし、お茶でも入れて読書タイムにしよう。さて何をしようか。これは絶対もうやっぱ顔だよ。表情、人の感情がよく出るのは顔の周り。例えば怒った時は眉と眉の間にシワが寄ったり、口角が下がり口全体がへの形になる。毛が逆立ったり体が沸騰したりといった分かりやすい変化はないので、よく観察するのがコツか。うーん、これはかなり集中しないと判別できそうにないな。難しいね、人間って難しいな。身だしなみレベルが向上しました。身だしなみレベルです、これは。夢中になっているうちにすっかり夜も更けてしまった。明日もあることだし、そろそろ休もう。あ、電気つけっぱなの、よくなくない。なんかいつものように窓を開けようとしたのだが、もう開いていた。どうやら昨夜換気した時に閉め忘れてしまったらしい。なんという不用心、うっかりしていた。めっちゃ寒くない？まあいいか、今度から気をつけよう。そうね、虫が入ってきたりするからな。どうした？気を取り直し、誰かの様子を見るために飼育ケースを覗き込む。ああ、でもこれでようやく表情がわかるようになったね。思えば誰かを保護してからもう3日目、この流れもすっかり日課になった。ん？なんだろう？これはケースの上あたりに何か紫色のものがヒラヒラしてるのを見つけ、視線を上げる。赤がね、足多い蝶だって。でかい蝶だろ、まずどっちかというと。どう考えても思わず悲鳴が出た。ケースの上部に結構な大きさのハムシがひっついている。蝶？いや、が？許せるか許せないかギリギリのデザインだ。侵入経路はおそらく開けっぱなしの上窓。部屋の窓どころか飼育ケースの窓まで閉め忘れていたらずさんすぎる。幸い上窓は誰かには手の届かない位置にあるから脱走はされなかったが、ギリギリなんか重ねたら脱走できそう。深い、あ、興味深いっつってるお前。へえ、学者かなんか。それにしてもこんなものが同じケースにいて誰かは平気なんだろうか。そうか、ビビってると思ったけど、いや平気ではない。誰かの目元が黒ずんでいる。目もうつろで動きも眠い。これは書かなきゃって、眠いけどみたいな。まさかあの虫に毒が、それとも鱗粉で何かされた。慌てて調べてみる。するとどうやら人は寝不足だとこうなるらしいということが判明した。とりあえず命に関わらないようで一安心。とはいえ睡眠不足だって十分に問題だ。どうにかしないと。不眠の原因は分かっている。絶対にあの虫だ。あの虫がすぐ近くにいてはすやすやと眠れるわけがない。どうにかしてあの虫を追い出さなければ。どうすればいいだろう。
じゃあ自然に出てくるまで待とうか。うん、これなんかちょっと書きたそうだもんね。覚悟を決め、丸めた雑誌を握りしめた直後、ふと誰かの手元に目が止まった。虫の絵？もしかしてあの気持ち悪い虫が気になって夜更かしていただけなんだろうか。よくわかったね。まさかと思い、誰かの様子をよく観察してみる。どうも嫌がっているわけではないようだ。やっぱ表情見えるのいいね。確かに、よくよく考えてみれば、本当に虫を怖がっていたら巣箱の中へ逃げ込んだりするはずだ。うん、正直今すぐ追い出したいが、誰かが嫌がっていないなら自然に出ていくまで放っておこう。まあこれで信頼度も。その後1時間ほど経ってから様子を見に来ると、虫はいつの間にかいなくなっていた。気を引く対象がいなくなったから、誰かもすやすやと寝ている。ほっと安堵のため息をつき、これ以上虫が入らないようすかさずケースの上窓を閉じた。よし、これで全部解決。あれ、ふと気がついた。これケースからいなくなっただけで部屋の中にまだいるのでは。確かに、壁の隙間や天井の隅にひっそりと張り付く虫を想像した瞬間、ずっと表皮がざわめいた。虫苦手なんだ。震えながら虫除けポットを出し、スイッチを入れる。あ、こいつ大丈夫それ。軽くやったけど、あと虫除けポットって何。夜までには部屋から出て行ってくれますように、そう一心に祈りながらリビングを後にした。あ、信頼が大きく上がった。やったぜ。虫除けポットって何。さて、あれから2時間ほど経った。虫もそろそろ出て行ってくれただろうか。恐る恐るリビングへ入る。どうやら大丈夫なようだ。誰かは大丈夫。それより、ホット安堵のため息をつき窓を開ける。そうだ、ついでに誰かにも昼ご飯をあげないと。ペットフードを手に飼育ケースを覗き込む。するといない。飼育ケースのどこを探しても誰かがいない。まさか脱走か。嫌な予感が頭をかすめた直後、巣箱の中で何かが動いた。寝てる。あー、何のことはない。ただ巣箱に潜り込んで隠れていただけだった。入り口を隠すように積まれたクッションをそっとどかし、巣箱の中を覗き込む。揺れる頭。あー、やっぱ毒なんだな。誰かは毛布を頭からすっぽりとかぶり、巣箱の隅に身を寄せていた。あー、考えがまとまらないと、みたいな。体を丸めるようにして座り、ぼんやりとうつむいている。窓を軽く指で叩いてみるが、誰かはこちらをちらりと見るだけ。視線もどこかふわふわと定まっていない。なんかなんだかいつもよりおとなしいというか、元気がないような気がした。動きも鈍いし、かすかに震えている。もしかして寒いのだろうか。今日の天気は曇り、日差しがない分確かにちょっと肌寒い。でもそんな夜の方が寒かったもんな。私にとっては十分爽やかで過ごしやすい気温だが、体の小さな誰かには寒すぎたんだろうか。それとももしや何かの病気、動物病院へ駆け込んだ方がいいだろうか。いや、でも単に眠たいだけという可能性もある。人は1日の3分の1くらいは寝ている生き物だと飼育本にも書いてあった。よく寝る生き物だ。昨夜は虫に夢中で一晩中起きていたようだし、寝不足なことには間違いないだろう。まあそれもあるよね。それなら無理に詰めれ回すのはかえってよくない。うん、一体どうすればいいだろう。判断に迷ってすぐには動けず、私はしばらく誰かの様子をじっと見つめた。するとあることに気がついた。なんだか顔色が悪い。元から白っぽい肌が血色を失って真っ青だ。唇も紫色になってしまっている。やっぱりそのポッドだろうな。まるで凍えているようだが、額から大粒の汗がダクダクと垂れているから不思議だ。どうすればいいだろう。じゃあじゃあ動物病院だな。これは一回換気してもいいかなと思ったけど、まあまず動物病院か。そう判断し、早速動物病院へ駆け込んだ。診察から数分後、獣医の先生から告げられた診断は何らかの中毒だった。と言っても幸い、まだ軽症とのこと。大量の経口補水液と薬を飲むと、誰かの顔色は一気に良くなった。よかった、病院連れてってよかったね。誰かからの信頼が上がった。まあ俺のせいなんですけどね。しかし中毒とは一体何の。変なものを食べさせた覚えはないし、この前に処方された薬だって規定通りの量を上げている。首をかしげつつ獣医さんからの問診に答えていく。するとどうやら原因は朝からつけていた虫除けポッドである可能性が高いという結論に至った。あ、まあね、蚊取り線香というか、あー、スノーマットみたいな。いや、しかしパッケージには確かにペットやお子様にも安心とあったはずなのに。ああ、そうなんだ。まあそうね、人間はやっぱ弱いからな。不思議に思い、帰宅してからパッケージの裏をよく確認してみた。どうやら無害なのはあくまで猫や犬といったメジャーなペットに対してということらしい。ここの世界、ああ、ここの世界の犬はこんなんだった。確かに人については何の記述もない。いや、まあね、そうだよな。ネズミ飼ってるみたいなもんだよな、多分。慌ててネットで調べてみると、案の定、虫除けの成分の一つが人にとっては猛毒であるということが判明した。塩素みたいなのが入ってるのか。実際、ペットの人が中毒で亡くなった事例も少なくないという一文を読んで、完全に血の気が引いた。怖いね。気をつけないとね。虫除けをつけていた時間が短かったからか、幸運なことに誰かはすっかり元気になっている。そしてこの中に入ったのも良かったかもね。が、あと一歩で取り返しのつかないところになるところだった。今度からは気をつけないと。そうね。
耳が痛い話ですね。こういうのはやっぱりなんやかんやと忙しくしているうちに気がつけばもうすっかり夜だ。飼育ケースの中を覗き込むと誰かはクッションにもたれかかってうとうとしている。どうやら今日は無事に眠ってくれそうだ。さて誰かはもう寝るようだが、私はもう少しだけ夜更かしをしよう。今日はしっかりと窓を閉めてから本棚に手を伸ばした。どうしよっか。もうあマックスか。じゃあ言葉だな。身だしなみは別にそんなになんか重要そうじゃないよな。別にマイナス10選ばないもんな。身だしなみは重要そうじゃないみたいな言うのもあれだけど、誰かという言葉を見つけた。なるほど、あれは仲間を呼ぶ時の鳴き声だったのか。なんか知らずに変な名前つけちゃったな。誰かね。そうね、身だしなみレベルが向上した。身だしなみレベルです。夢中になっているうちにすっかり夜も更けてしまった。明日もあることだし、しっかり休もう。何が言った日、今日の空はどんよりと曇っている。まだ雨は降っていないようだが、今日は出かけない方が無難かもしれない。せっかくの休日なのに少しがっかりだが、今日は誰かと一緒に部屋でのんびりすることにしよう。とりあえず朝ごはんだ。早速ペットフードの缶を開け、小さなスプーンと共に飼育ケースへ入れる。ああどう？今日は嫌そう。今日ももしゃもしゃと美味しそうにフードを食べている誰かにほっこりしたところで、さて次は自分の分だ。表情見えちゃってるからな。トースターにパンを放り込み、焼き上がりを待っていると、不意に飼育ケースから悲痛な鳴き声が上がった。何？あ、こぼしちゃった。誰かは呆然と立ちすくんでいたが、しばらくするとこちらが見ているのに気がついたらしい。ギクシャクとした動きで窓の方に寄ってきた。あのちゃんと読めてる。本当にすみませんって。テーブルの上にはひっくり返った缶とスプーン、そしてうなだれた誰かのズボンがペットのフードの汁で真紫色に染まっている。誰かは自分が餌をひっくり返したという事実に少なからずショックを受けているようだった。弱々しくガラスに触れる指先と微妙に反らされた目線に哀愁を感じる。やらかしたなって。これは困った。すぐに洗わないと。とりあえず誰かのズボンを脱がせ洗面台へ直行する。それにしてもなかなか頑固な汚れだ。力を込めてゴシゴシともみ洗いする。するとだんだんとシミが薄くなってきた。あともうちょ、あ、うん、やっぱちっちゃいしね。買いに来た。というわけで私は近所のペットショップを訪れた。目的はもちろん誰かの着替えを買うためだ。棚にはカラフルなペット服が所狭しと並べられている。さてどれにしようか。ああついてきてんだ。とりあえず手に取ってみたのは前のものとよく似た無地のスウェットパンツだった。さすがに同じものというわけにはいかないが、落ち着いた色味といい、消息の少ないシンプルなデザインといい、よく似ている。お、いいじゃんじゃん。それに素材が柔らかいコットンという点も同じだ。唯一違うのは丈がやや短いところだろうか。半ズボンぐらい。前のはくるぶしがすっぽり隠れるほどの長さだったが、こちらは七分丈ぐらいだ。でもまあそんぐらいなら無難に選ぶならこれだろうが、せっかく買うのだからもうちょっと毛色の違うものを選びたい気がする。あ、どんなのがいい？誰か、あ、ピエロみたいな。例えばこのカラフルなやつとか、ダボっとしたシルエットに赤と黄色のボーダー模様、ワンポイントの星の刺繍、サーカスのピエロをイメージさせるポップなデザインだ。どうしようかな。悩んでいたその時、ある一品が目に入り、思わず手を伸ばした。女の子用みたいな。あー、前のシンプルなスウェットとは似ても似つかないし、もはやズボンでも何でもない。しかしこれを誰かに着せたら絶対に可愛いという確信がある。大きなリボン付きのケープに、ふわふわしたワンピースのセットアップ、さらにブーツまでついた豪華セットだ。でも高いでしょ。先ほどの2着と比べると値段が一桁違う。思わず手に取ったものの、その強気な価格設定を見てさすがに躊躇する。いや、上下のセットに靴まで付くと考えるとむしろお得だろうか。悩ましい。どれを選ぼうかな。どれを買おうか。まあまあまあ、ちょっと好感度というか、まあ無難にね、行こうか。無難にスウェットで。あ、着替えた。誰かを見た瞬間後悔した。え、少し丈が短くなったズボンから虫に噛まれた傷跡がバッチリ見えている。誰かは視線を下げ、一度傷をさすった。やっぱり気にしてるんだろうか。いや、さすがに贅沢は言えないよな。しかし気にする素振りを見せたのはその一度だけだった。お気に入って失敗したよ。その後はいつも通りのんびり過ごしている。とりあえず気に入ってくれたということでいいんだろうか。ああ、でも一応信頼分かったか。まあ他のものよりはな。昼頃になるとついに土砂降りの雨が降り出した。それでも涼しければまだマシなのだが、気温は高くて蒸し暑いのだから余計に最悪だ。部屋の中は冷房を効かせているから暑くはないが、空気がじっとりと湿っていて不快だ。なんだか体もずっしり重い。気圧ってやつ。それにあの音何かやっぱり膨らんできてるよなって。何？なんか怖いの？雷の音にビビってるみたいなやつ？うちの元子も雷が鳴るとすごいビビってすり寄ってくるのよ。
誰かも体調を崩したりしていないだろうか心配で飼育ケースを覗き込むと中はなんだか凄まじいことになっていた。巣箱の周りにちょっとしたバリケードが築かれている。誰かはその中に籠城し一歩も出てきてくれない。一体どうして、もしかしてそんなに新しい服が気に入らなかったんだろうか。そんなまさかとは思うが、それ以外に原因も思いつかない。とはいえ今更誰かが私を警戒するわけがないし、その時はっと気がつき慌てて鏡を覗いた。あ、俺が、身だしなみが、あ、やっぱりあの女ひどいありさまだ。本当にね、湿気のせいで毛という毛が大爆発している。ひょっとするとこれのせいで誰かは私が誰なのか分かってないのかもしれない。毛が爆発しただけでとも思ったが、人は感覚のほとんど鼻も耳人は感覚のほとんど鼻も耳もあまり良くないと聞くから仕方がないのかもしれない。誰かにとっては飼い主が急に知らない不審者に変わってしまった感覚なんだろうか。なるほどね。それともやっぱり服が気に入らないだけなのかもしれない。いや、実はそれも違っていて全く別の原因があるのかも。全く別の原因があるのかも。なんかでも膨らんでるっつってるからな。どうすればいいんだろう。じゃあ声を聞けば私が誰かわかるはず。やってみようか一回。あにゃ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 。声をかけ、軽くケースの窓をノックする。すると誰かはハッとしたようにこちらを見上げた。目が合った瞬間、誰かの目が大きく見開く。まるで私の姿がいつもと違うことにたった今初めて気がついたみたいだ。バカだね、可愛いね。けどこの人、あ、味方なんだよな。うわ、もふもふになってる。とすると原因は私の毛が爆発していることではない。では一体誰が、何が誰かをこんなに怯えさせているのだろうか。あれだ、あのクッションに何かいるんだ。クッション？誰かは何かしきりに泣き声を上げ、必死に何かを訴えている。最初は何が何だか分からなかったが、しばらくしてどうやら部屋の隅に置かれたクッションを気にしているらしいことが分かった。これ、そういえば確かにこのクッションだけ妙にボリュームがあるというか、ちょっと膨らんでるような。不思議に思い、じっと見てみると突如クッションがもぞもぞと動き始めた。寄生虫みたいな。ヒュッと喉が詰まひょっとヒュッと喉が締まり、血の毛が引いた。次の瞬間クッションの縫い目が裂け、中から細い足がわらわらと。その瞬間誰かはダットのごとく駆け出して巣箱の上に飛び乗った。私は絶叫しつつとっさに救避用のトングを手に取った。あ、かわいそうに。間一髪直視するギリギリ寸前で虫を封殺することに成功した。そのままクッションごと潰し、ゴミ袋の奥深く深くへと放り去る。こうしてクッションかける1の犠牲を出しつつ、事態は無事に収束したのだった。でもちょ、よかった、信頼上がった。それにしてもあれは一体何だったのか。クッションからあんなでかい虫が湧くだなんて聞いたことない。普通にキモいよな、そんなの。もしかして掃除が足りなかったんだろうか。そう思いちょっと調べてみると、ペット用のミニクッションの中に不良品が出回っているという記事を見つけて驚いた。なんでも中綿の熱処理が不十分で虫の卵が混入している製品があったらしく、回収を呼びかけていた。なるほどね。っていうか虫もあのサイズが普通なのね。もう製品番号を調べてみると見事に一致。どうやら中綿の卵がこの湿気で孵化した結果がさっきの大惨事だったようだ。なるほど、かわいそう、トラウマだな。もう、なんだかすごく疲れた。向こう2週間はあの光景が脳裏から離れそうにない。今日はとても疲れた。原因は受注ハッカーの虫だ。幸運にも全体像を見る前に滅することができたものの、足だけでも十分な破壊力だった。キモいね。今日はもう無理せず、このままおとなしく寝てしまおうかな。ベッドに横たわってぼんやりと天井を眺めながら、私は相変わらず先ほどの騒動を思い出していた。脳裏に浮かぶのは虫から逃げようと巣箱の上へ駆け上る誰かの姿。その足取りはとても軽かった。どうやら足の怪我はもうすっかり良くなったようだ。あれなら外の世界でも元気に生きていくことができるだろう。あそこ返してあげるの？つまりもう自然に返してあげなくてはいけないということだ。でも普通にこれが生き物だとすると、それはそれで残酷だなっていう気もするよね。あ、ガツですらないんだ。とうとう誰かを自然に返してやる日が来た。まだ朝日が出たばかりの早朝、飼育ケースを持って庭へ出ると、草についた朝露が足を濡らす。間もなく誰かを見つけた。低木のそばへたどり着いたが、すぐにケースの扉を開ける気にはなれなかった。だがいつまでも別れを惜しんでいるわけにはいかない。誰かだって早く仲間たちに会いたいはずだ。群れで生きる生き物だもんね。そう自分に言い聞かせ、誰かを木の根元へ下ろす。すると自由になった誰かはたちまち穴の奥へ向かって駆け出した。バイバイ。誰かはこちらを気にする素振りもなく元の住処へ帰っていく。その小さな背中が見えなくなった後も、私はしばらく立ち去ることができなかった。ああ、ちょっと信頼と足りなかった？切ないね、なんか。かつて学友だった男が山中で失踪したと人づてに聞いた。何でも研究旅行の途中だったらしいのだが、一体あの山中の村で何の研究をしていたのか。確か在学中は昆虫を研究していたはずだが、最近では民間宗教やオカルトめいたものまで手を出していると聞く。まあとにかくうさんくさい研究をしていたらしい。
おそらく山中で遭難したか滑落して死んだんだろう。でなければ自分の研究があまりに的外れであったことが判明し、恥ずかしくて身を隠してるに違いない。だがしかし驚くことに、その数ヶ月後旧友は元気に帰ってきた。その上素晴らしい研究成果を携えて、彼の持ち去った資料に目を通した私は興奮した。これはとてつもない発見だ。この昔話の意地悪じいさんみたいなやついるんだけど私が教授に口を聞いてやるから、すぐにでも学会で発表しよう。そう言ったのだが、不可解なことに彼はこの提案を拒否した。それどころか彼はこの資料も研究も全て破棄するつもりなどと、およそ正気を疑うことを言い出したのだ。当然私は彼を激しく問い詰めた。だが帰ってきたのは、あの場所を荒らしたくないだの、ただ自分の研究がデタラメでないことを誰かに知ってほしかっただけだだの、およそ非合理的な妄言ばかり。ふざけるな。私はたまらず激高した。こんなふざけた奴に重要な研究成果を任せてはおけない。私は彼の手から手帳を取り上げようと身を乗り出した。彼は逃げ出そうとしたが、体格は私の方がずっと上だ。しばらく揉み合った末、難なく床に組み伏せることができた。しかし追い詰められた彼は手帳のページを数枚破り、細かくちぎると口に含み飲み込んだ。ついに気でも狂ったのか?私はあまりのことに声にならない悲鳴を上げた。このままでは貴重な研究成果が胃液で溶かされてしまう。そうなればこれは我が国の、いや人類全体の損失だ。そんなに?どうにか知らなければ、今すぐに。とっさに周囲を見回る。するとデスクの上のハサミが視界に入り、考えるよりも先に手を伸ばした。え、怖っ。私が手にした獲物を目にして、彼は激しく抵抗した。だが形勢は私が有利だ。押し返してくる腕を難なく振り払うと、ネクタイをぐいっと押し下げ、あらわになった白い喉元に刃先を突き立てる。最初彼は何が起こったのかわからないという顔をしていた。それから一泊置いてその表情が徐々に浮かんでいく。すごいね。そのために研究成果のために人殺すの。最後に青ざめた唇が震え、何か言葉を紡ごうとした。だが実際に彼の口から溢れ出たのはドロリとした鮮血。結局水泡の弾けるパチパチという音が彼の遺言になってしまった。いや、そんなことはどうでもいい。それよりも研究の方がずっと重要だ。傷を先広げ、紙片を書き出す。血に染まっているが、適切な処理をすれば問題なく読めるようになるはずだ。ほっと胸を撫で下ろしていると、こちらへ向かう数人の足音が聞こえた。きっと物音を聞きつけた誰かが通報したんだろう。やばいじゃん。おそらく私は生涯疲労から出ることができない。だが問題はない。この資料さえ残っていれば、きっと誰かがこの素晴らしい研究を引き継いでくれるはずだ。他殺隊?じゃあ、まあ、分岐回収しに行きましょうか。じゃあまず名前をこっちにしてみる。少し迷った後、ニャミニャと名付けることに決めた。安直だが、幼い頃に大好きだったアニメに出てくる人のキャラクターから取った名だ。黒い毛並みの可愛い人で、ぬいぐるみやハンカチなんかのグッズをたくさん買ってもらったのを覚えている。黒い毛並み。そう決めた直後、ちょうど人が目を覚ました。まだ夢見心地のようで、ぼーっとケージの中を見回している。なんというグッドタイミング。早速つけたばかりの名前で呼んでみる。あ、しまった。ちょっと待って。とりあえずじゃあ次ちょっと満点狙ってみるか。全く反応しない。いや、反応しないというか、そもそも聞こえていない様子だ。人はあまり耳が良くないというし、もしかすると聞き取りづらい音域だったんだろうか。仕方ないので、もう一つの候補である誰かを試してみれば、結局誰かになるんだ。なるほどね。これは誰かになっちゃうんだな。じゃあ満点狙う上では、身だしなみから狙ってった方がいいか。じゃあ、人は嬉しい時にも怖い時にもキャーと鳴くことがあるのか。喜ばせてるつもりで怖がらせてしまうこともあるから注意。とりあえず上半身はうまくできたような気がする。指もきちんと5本あるし、肌も柔らかい。こっちの方が怖くない口の位置は正直言い訳のしようがないほどずれてしまったが、まあ服で隠せば大丈夫だろう。さっきの怪物姿の方がなんかまだ親しみ持てる気がする。これに変われんの怖えな。で、巣箱。やっぱり何にも単語が分かんないとちょっときついね、これ。誰かが伝えたいことは何だろうで、これはお洋服が欲しいだよね。新しく着せた服が気に入らない。分かった。多分新しく着せた服が肌に合わなかったんだろう。きっと自分の匂いがついたものじゃないと誰かも安心できないのだ。確かまだゴミ出しはしていなかったはずで、こっからはそうだね。なるほどな。で、渡すと喜んで、でカバンにね、これが研究成果だったんだろうな。で20点と。次は暑いから水をあげようと。でまた身だしなみ、マイナスの選択肢選んでもプラスになるだけが、やっぱり身だしなみ弱いよな、ちょっと。でもこの子がちょっとどうなるか見たいな。
おお。うん、多分成功かな。特に手足なんかはかなりうまくいった気がする。髪の毛だってこの余計な部分をちょっと引きちぎれば完璧だ。顔なんか好きな人はすごい好きそうな見た目して、ここの目がすごいいい感じよな。目の数は、いやでも前と後ろが同時に見えないのは不便すぎるから仕方ないな。それはみんな見えないの普通は。だって俺はストーリー知ってるから別に言語理解なんて一切なくても大丈夫なんだよな。身だしなみさえ完璧なら。じゃあこのまましばらく何もせず待とうと。で絵本あげよう。あ、絵本あげた途端パーッと顔を輝かせた。この顔ですけど信頼が大きく上がった。あ、めっちゃ読んでる。それからというもの誰かはすっかり読書に夢中だ。嬉しそうに文字を指でなぞったり自分の手帳も取り出して熱心に見比べたりしている。これだけ喜んでくれるとこちらも嬉しいものだ。それにしても熱心に読んでいる。人は頭のいい動物だとよく言うが、誰かはその中でも飛び抜けた頭がいいんじゃないだろうか。もしかして本当に何か書いてあるのか分かっていたりして、いやまさかそんなわけないか。何はともあれ誰かが喜んでくれてよかった。あ、でマックスか。じゃあまあ一応ちょっと言語理解だけしとく。まあ心情理解した方がいいか。なんか別れる時になんかいいエンディングいったら心情理解できて表情がちょっと見えた方が。でもそうなると言語も欲しくなっちゃうな。身だしなみが余計まである。あー喜んでる。あー、やっぱり表情欲しいな。で、あー、そっかそっか、これはここか。そうか、このルートだとまだ心情理解あんまりないから表情がそこまで分かんないのか。で待っておこう。で病院連れてってあげて、で言語理解もちょっと上げとこうか。で、あー、こぼしちゃったやつね。あー、ごめんなさいってシャッて反省。どうなんだろう、ここカラフルなやつがいいのかな。でもまあプラス 10% されるんだから別にいいのか。もう 100% いくな。ってことはこれ、じゃあメルヘンのセットアップ着せてもいいわけだ。うわ、かわいい。思わずカメラアプリを起動し狂ったように連写してしまった。しかししばらくして冷静になってみると、どうも誰かの動きがぎこちない気がする。というかほとんど硬直している。プルプル震えてるし、なんだか顔も赤い。もしかして息苦しいのかもしれない。考えてみれば確かに締め付けが多いデザインだ。誰かにはちょっと窮屈だっただろうか。もう少しゆったりしたデザインを選んであげればよかった。あ、不信感抱いてる。あ、でもガードだよね。ガードレベル1。あ、どうやら私の表情から悪意がないことが伝わってくれたらしい。悪意はあったけどな。信頼は、あ、その後プラス 10% ってだけ変えるわけじゃないんだ。あ、で、あ、湿気で膨らんだらこうなるんだ。身だしなみがいいと。これは別にわかるだろう。これは人間の範囲でもわかるだろう。ちょっとまあ、ボサッてしてるぐらいで。あ、そうか、だから服じゃないのか。だから、そうか、俺じゃないのか、よく考えたら。そうか、身だしなみだと、これに気づきやすいのね。え、じゃあどうしよう。しばらく様子見した方がいいのかな。しばらくそっとしておこう。で、見守ろうと。あら。心情理解。そしたら、あ、害虫がもう孵化しちゃうんだ。慌てて駆除しようとケースの上窓を開ける。しかしそれよりも早く虫が誰かへ飛びかかった。大量にある細い足がわらわらとうごめき、巣箱にこもる誰かへ襲いかかる。だが誰かはそれを足で蹴って跳ねのけると、ダットのごとく駆け出して巣箱の上に飛び乗った。虫は巣箱の上に避難した誰かを追ってカサカサとうごめく。なんとかしなくては、そう思いとっさに救避用のトングを手に取った。ブチュ、嫌な感触だ。あ、全部出てきちゃったのか。危機は去ったが、誰かはまだ巣箱の上でガタガタと震えている。幸い大きな怪我はないようだが、受けたショックは計り知れない。あ、トラウマが。で、表情から悪意がなくても、でもあんまり意味ないな、これ。じゃあ、ちゃんと、声を聞けばって言って、プラス 10% 取るか。ん？ん？ちょっと待って。なんか、急にキモいことになった。スキップしてたら、信頼度がキモいことになったんだけど、今。誰かの信頼が大きく上がって、何測定不能。急に何？なんだかすごく疲れた。で、自然に返してあげようと。さあ、どう？小さな背中が穴の奥へ消えていく。これでもうお別れか。そう思った直後、ふと誰かは立ち止まった。誰かはくるりと振り返ると、驚く私の足元にとてとてと駆け寄ってきた。一体どうしたんだろう。よし、わかった。
多分誰かはうちのペットになりたがっているのだ。だから私の元に戻ってきたに違いない。というかそれ以外理由が考えつかない。確かにね。どうやら相当懐かれてしまったらしい。本当は野生の動物は野生に返さなくてはいけないが、本人が残りたがっているんだから仕方ないよね。合ってるそれ。でもなんか懐いたとはいえなんか研究者でしょ、なんか発表したいとかありそうだけどね。というわけで誰かは正式に我が家のペットになった。人を飼い始めたからというもの、雑貨屋で見かける人グッズがやたらと目につくようになったらわかるけど、今やマグカップもラグマットもキーホルダーもどこもかしこも人だらけ。思えば誰かを拾ったばかりの頃は本当に未熟な飼い主だった。人の扱い方なんてよく分かっていなかったし、いろいろと危険な目にも合わせてしまったものだ。水をあげ忘れたり高いところから落としかけたり、思い出すたびに冷や汗が出る。だが今は違う。誰かと暮らし始めてもう10年だ。今なら何を考えているのか手に取るように分かると言っても過言じゃない。そんなことをぼんやり考えているとちょうど誰かが足元に寄ってきた。かわいい。何？その手にはリボンの切れ端と野の花でできた小さなブーケ。今朝の散歩で摘んできたものだろう。誰かは本当に飼い主思いで賢い子だ。毎朝ポストから郵便物を取ってくるし賢い犬みたいな。私が嫌がる虫をこっそり仕留めてくれるし、賢い猫みたいな。きっとずっと面倒を見てくれる私のことを親だと思ってくれているに違いない。思うかな。20歳ぐらいでしょ、もともと。善と棚の求婚者。じゃあなんか死にそうなルートを選んでいくか。じゃあこれを間違えてみるか。じゃあ巣箱の寝心地が悪いってやってみたら、モフラーいいものを買えようかと。あ、確かもらい物の高級ハンカチがあったはず。人にはちょっと大きいかもしれないがきっと気に入るだろう。しかしふわふわのハンカチを前に誰か困惑したように立ちすくんでいる。この反応を見るに、あーでもこれ普通に間違いだよな、単純な間違いと。死ぬとかじゃなくて。じゃあ次、熱い。これはちょっと命に関わってくるね。じゃあケースを窓辺に移してあげよう。そういえば人は長い間日の当たらない密室にいると塞ぎ込んでしまうと聞いたことがある。こんなにいい天気なんだから誰かも外の空気が感じたいに違いない。さすがに外に出すわけにはいかないけど、外側の景色がよく見えるようにケースを動かしてあげよう。よしと。誰か驚いて暴れると思ったが動きはやまなかった。外が見れるのを楽しみにしてるんだろうか。邪魔な花瓶をどけ、飼育ケースを窓辺に置き直す。うん、これで大丈夫だ。軽く伸びをして仕事部屋へ戻る。さて、また仕事は山積みだ。あー忙しい忙しい。誰かも喜んでるで。ようやく仕事が終わった。もうすっかり日が落ち、リビングが薄暗くなっている。手探りで明かりをつけ、足を踏み入れると中はシーンと静まり返っている。あのペタペタとケースの窓を叩く音も聞こえない。どうやら誰かはおとなしくしているようだ。外の景色を見て満足してくれたんだろうか。飼育ケースの中を覗き込むと誰かはすやすやと眠っていた。それにしても気持ちよさそうな寝姿だ。うつ伏せで手足も指先もだらりと伸ばしきっている。赤い、若干赤い。ただ寝ている場所は巣箱の中ではなかった。ケースの隅の方で毛布も使わずに寝転がっている。どうしてこんな場所に寝ているんだろうか。そもそもそんな硬いところで寝ていて痛くないんだろうか。ちゃんと巣箱の中で寝かせてやろう。そう思い、飼育ケースの上窓を開け、手を差し入れた。寝ている誰かを起こさないよう、そっと脇の下に指を入れ、掴む。ゴトン。誰かの体に触れた途端、思わず落としてしまった。鈍い打音が小さなケース内に響く。だが誰かは泣き声一つ上げない。頭から床に落としてしまったというのに、みじろぎすらも。胸の底から込み上げてくるような吐き気に喉が鳴る。小刻みに震える手を無理やり伸ばし、もう一度確かめるように触れてみた。冷たい。あー普通に悲しいな。あー貸したい。じゃあ病院連れてってみる。病院行ったら診察が脱水症状あと空腹というシンプルな診断学だった。ああよかったね。結果的にはうん水あげたよね。だからああで移動や診察待ちで時間がかかった分余計に悪化してしまったらしい。とはいえ命に別状はない。そう告げられた瞬間心から安堵した。特に薬を飲ませたり入院する必要はないとのことだが、念のために栄養剤だけ打つことになった。悲痛な泣き声を上げる誰か、その姿に心から申し訳なさが込み上げる。ごめん誰か、お尻にトラウマが。ああ前、あそうか、マイナス 20% も加算されていくのか。気がつけばもうすっかり夜と。なるほどね。じゃあまあ言語と言語もちょっと取って、そっかそっか、マイナスの方で振り切るとなんかありそうだね。じゃあまた手の中で暴れ出したところだな。じゃあこれは
力緩めてあげようか。まずこれ死にそう、誰かが痛がってる、その哀れな姿に胸が痛み、思わず手の力を緩めた。そうすれば誰かも暴れるのをやめて落ち着いてくれるはずだった。落ちちゃった。甘い予想に反し、誰かは小さな腕で指の隙間をこじ開け外へ飛び出した。だが一歩踏み出したその先には踏みしめる地面などない。バランスを失った誰かの体がぐらりと大きく傾く。とっさに掴み直そうとしたが間に合わなかった。ガコ、鈍い打音が響く。誰かの体はテーブルの角に叩きつけられ跳ね上がった。バウンドした誰かはそのまま足元の絨毯に落ち、ごろりと転がった。ひぃ、あー、絨毯に広がっていく濃い色のシミ。誰かはその上にうつ伏せに倒れたまま、わずかも動かない。指先だけが時折ピクピクと痙攣していたが、やがてそれも止まった。あー、転落死体か。じゃあしっかりギュッとしてあげよう。痛いってこのままで落としてしまう。そう考えとっさにギュッと力を入れた。たちまち手の中から痛々しい悲鳴が上がる。胸が痛むが、安全のためには仕方ない。でも殺すほど調子乗りましたってごめんなさいって。幸い誰かはすぐにおとなしくなってくれた。私の思いが通じたんだろうか、優しい思いが。ケースの中へ戻すと、誰かはよろよろとケースの隅まで歩き、そこで力尽きたようにへたり込んだ。暴れるだけ暴れて疲れ果てたらしい。体を丸め、肩で息をしている哀れな姿を目にして、もう手で触るのはやめておこうと心に誓った。トラウマが増えちゃったね。じゃあ次はまだあげたことのないこの回し車にしてみようか。まあ、ゲームオーバーにはなんなそうだけどね。思いっきし体を動きたいに違いないと。で9時で一絵本、あで回し車設置したら、誰かは初め警戒しているようだったが、しばらくしておぞおぞと走り出した。するとパステルカラーの車輪が誰かの歩みに合わせ、カラカラと軽い音を立てながらゆっくりと回り出す。とテンションが上がってきたのか、誰かの歩調もだんだんと上がっていく。やがて間もなく誰かは思いっきり手足を振り走り出した。あれ、これはちょっと無理をしすぎなのでは、止め方わかんないのか。そう思った直後、誰かの足がもつれ前のめりに倒れ込んだ。まあ、でも運動にはなると思うんだけどしかし勢いのついた車輪は急には止まらない。誰かは車輪にへばりつく格好のままぐるんぐるんと2回転した車輪が止まり、誰かがフラフラと降りてきた。誰かは床にへたり込んで胸を押さえている。顔が真っ青だ。私の血の気も引いている。大丈夫ってなるよな。誰かは不信感を抱いている。慌てて怪我がないか確認するが、幸い大事ではないようだが、精神的ショックは計り知れない。残念ながらこのプレゼントは完全に失敗だったようだ。と、ここでくじで当てた人用の絵本のこと、代わりにね、人用の絵本で、これで、これでありがとうございます。でもまあぶっちゃけ運動用としては、でも安全バーないやつ怖いか、普通に。顔をもうちょいわかるようにしようか。じゃあ、この大事なやつを、じゃあ窓ガラス叩く、どっちがいいかな。じゃあ覚悟を決めて潰す。これかな、これの方が好感度下がりそうだけど。早く確実に虫を駆除するにはどうしたらいいか。部屋の中なら丸めた雑誌で叩けば済むが、狭いケースの中でとなると、考えた末、覚悟を決めてティッシュを手に取り何重にも重ねた。そして恐る恐るケースの中へ手を入れて、ブチュ、あー、悲しい顔してた。私はすぐに洗面所へ向かい、死ぬほど手を洗った。そんな苦手なんだね。だがそれでも指先には嫌な感触が残っている。最悪だ。それに目の前であんな光景を見たせいか、誰かもすっかり青ざめてケースの隅で怯えている。ああ、不信感を抱いてる。いくらなんでももう少し冷静に対処すればよかった。後悔したその時、視界の端で黒っぽい点が飛んだ。あ、なんか来た。どうやら入ってきた虫は一匹ではなかったらしい。正直もう退治する気力はない。今回は飼育ケースに入り込んだわけではないし、とりあえず虫除けにもつけて自然出ていくのを待とう。ああ、だから、そうか、ここで整合性が保たれるのね。虫除けをつけるっていうことの。ちょっと待って、じゃあもう一つの方見てみるか。じゃあ窓ガラス叩くわ。どん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 。さすがに直接潰した覚悟はない。死骸の処理は嫌だし、まして仕留め損ねて、まして仕留め損ねてと飛びかかってきたら阿鼻叫喚だ。とはいえ見て見ぬふりするのも無理。とはいえ、というわけでここは穏便に窓ガラスを叩いて追い払うことにした。念のため飼育ケースから少し距離を取り、恐ろ恐ろ定規で叩く。バンバン。すると虫はたちまち羽と触覚をうねらせて飼育ケースから逃げ出した。よし、これで誰かも一安心と思ったんだが、なんとなく不満そうな気がするのは気のせいだろうか。なるほどね、まあまあまあ、いや気のせいかと。じゃあこっちのマイナス10した方の方にしようか。で次虫よけで、ここ死にそうだな。まず死ぬそうの方行こう。じゃあ眠たいのかなと。でも寒いのかな。温めよう。これかな。毛布をすっぽりかぶっているということはきっと寒いに違いない。
あーで出てきちゃう。そういえば去年買ったヒーターがどこかにあったはず。クローゼットの中を漁り、しばらくして電気式の卓上ヒーターを見つけた。早速電源プラグを挿そうとして気がついた。コンセントが足りない。仕方なく虫除けポットの電源を引っこ抜く。半日くらいつけていたんだから、もう十分虫は殲滅できただろう。ああそういう副次効果があるのね。虫除けポットを片付け、卓上ヒーターのスイッチをオンにする。あじーって、しばらくすると誰かが元気に巣箱から飛び出した。元気にというか、いや元気というよりは決死と表現するに危機迫る様相だ。舌を出しぜーぜーと肩で息をする姿を見て、どうやらこの判断は間違いだったらしいと悟った。誰かの心のトラウマが刻まれた。私は無言でヒーターのスイッチを切った。電源コードを引き抜き、丸めてクローゼットの奥へ放り込む。よう生きとったねお前。熱気がこもりにこもった飼育ケースから誰かを救出し、今度は卓上クーラーをつけた。あーでも結果的に涼風に吹かれながら、誰かは瞬く間に水のペットボトルを空にしていく。相当暑かったんだろう。それから1週間ほどすると、誰かはすっかり元通りの顔色になっていた。よかったね、これで一安心なのだが、結局さっきのあれは一体何だったんだろう。まあ元気になったんだからそれでいいか。また同じこと起こるだろうこれ絶対。じゃあちょっと待って、もう一つの眠たいのかなって、うん、やっぱり構いすぎは良くない。今日のところはゆっくり休ませてあげよう。あれから数時間が経った。すっかり夜も更けたが、誰かはまだ巣箱にこもったまま。おかしいな、まだ寝てるんだろうか。できればそっとしておいてあげたいところだが、そろそろ餌を食べさせないと弱ってしまう。軽く窓を指で叩き起こそうとするが、反応はない。それどころか寝息すらも聞こえない。不自然な静けさに嫌な予感が膨らんだ。にわかに脈が速くなる。恐る恐る入り口を塞ぐクッションをどけ、巣箱の中を覗き込むと、あまりの惨状に前に立ちすくむ。どうして、一体なぜ、いやそれよりも早く病院に。身動きできないまま思考だけがぐるぐると空転した。静かな部屋の中、虫除けポットの煙を吐き出す音が耳障りに響いている。悲しいね、中毒死体か。まあそうだよな。じゃあまあ続けていこうか。で、言語理解しよう。ピエロの服は着せたことないね。じゃあピエロ服着せてみるか。じゃあピエロ、ポップなパンツ。いやそもそも原料は一体なんだこの布の生地、どういう製法で喜んでるね結構。いやサイズが大きすぎるかと心配していたが、蓋を開けてみればぴったりで安心した。誰かもようやく半裸から脱することができて嬉しそうだ。目をキラキラと輝かせ、しきりに生地を引っ張ったりしてはしゃいでいる。なるほどね気に入ってくれたようで本当によかった。これだけ喜んでもらえるとこちらも買ってきた甲斐があるというものだ。誰かからの信頼上がっちゃった。それが一番正解だったんだ。じゃあメルヘンのセットアップを上げてちょっと下げとこうか悲しい顔しとる。あじゃあ買い直しに行こうって、これだいぶ家を開けることになるから雲に襲われちゃうってことかな。じゃあちょっとやってみよう。じゃあ誰かのためなら仕方ないと、私は傘を差し駅前の手芸店へ向かった。そしてその後、何を買っていいや分からず店員に相談しながらゆっくり商品を選んでいると、店を出る頃にはすっかり夕暮れになっていた。ちょっと遅くなってしまったな。うっすら後悔しつつリビングへ入る。するとどこからかカリカリと何かを引っかく、いやかじるような音がした。うわトラウマだなこれ。これはマジでトラウマだな。ペット飼ってて、これは耳を澄ませる。どうやら飼育ケースからのようだ。視線を向けるとケースの中に見慣れない黒い塊が見えた。なんだろう、奇妙に思い飼育ケースへ近づいていく。その途中で思わず足が止まった。最悪やな、ガリ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 、うわトラウマですわこれは。こうしたいと言いますけど本当に、しばらく様子見るで、トラウマが刻まれた。あ信頼関係、あ 0% に戻った。さあこれでどうなる。バイバイって、ああこちらを気にする素振りもなく、誰かを自然に返してから50年、2つほど大きな変化があった。1つは人を飼い始めたこと。今度は野生ではなくペットショップから迎えてきた。ふわふわした赤毛の可愛い子だ。家に来た頃はまだほんの赤ん坊だったが、人としてはそろそろ老齢に差し掛かる。そして2つ目、近頃世の中の人に対するイメージが大きく変わってきている。残念ながら悪い方向で。というのも数年ほど前から急に街中や民家に人が現れるようになったのだ。あーじゃああいつがか。あーそっか、好感度高いルートだと隠してくれたけど、
このルートだと隠してくれなかったのか。もちろんペットではなく野生の人が。これまで街に出てくる野生の人といえば、時々誰かのように迷い込んでくる個体がいるだけだった。それが今は明らかに目的を持って都市部に降りてきているそうだ。どうやら自分たちの生息域を出てこちらに来る方法を学習してしまったらしい。家に忍び込んだ野生の人が庭を荒らしたり、家具を壊して残骸を持ち去るなんてのは序の口。それどころか住民の体毛をむしったり、体表をちぎっていくような攻撃的な個体も増えてきているという。あ、巨人を倒せみたいな。ニュースは連日人買いの対策を特集している。最寄りのスーパーの害虫駆除コーナーに立ち寄れば、ネズミ捕りの隣に人用トラップが追加されていた。私は人を飼っていることもあって極力使いたくはなかったんだが、徐々に悪化していく被害にためらってはいられなくなってしまった。今となってはリビングとキッチン、トイレにそれぞれ2個ずつ置いている。そういえばそろそろ効果が切れるから交換しないと。人用トラップには誘引剤と音声発生装置がついていて、どちらも1ヶ月ほどしか持たない。買い置きトラップを棚から取り出し、パッケージを破る。これが何か知らない飼い人は無邪気に手を伸ばし触りたかった。おもちゃじゃないんだよとたしなめつつ、リビングの隅に仕掛けた古いトラップを持ち上げる。ずしりと重い。どうやら夜の間にまた一匹かかったらしい。あ、誰かか。二重にしたゴミ袋に古いトラップを捨てながらいつものように祈った。どうかこれがあの子じゃありませんように。確かにね、そうなるよね。そうかどうか分からんけど、害獣人、害獣人になっちゃった。ここから先の条件が全然分からんぞ。うん、よし、完璧中の完璧。どう？小さな背中が穴の奥へ消えていく。もうこれでお別れか。そう思った直後、ふと誰かが立ち止まった。誰かはこちらを振り返った。爪先がためらいがちにこちらを向く。その様子に一瞬こちらへ戻ってくるんじゃないかと期待した。あ、戻ってこないの。だが結局誰かはこちらへ背を向けると一目散に穴の方へ駆けていってしまった。その姿が見えなくなった後も私はしばらく立ち去ることができなかった。おー、暗い穴を通り抜けると俺は元の山の中にいた。あ、誰か目線か。辺りを見回すと朽ちかけた標識が目に入った。書いてある文字は日本語。サイズも実に常識的なものだ。どうやら本当に帰ってきたらしい。安堵しつつわずかな名残惜しさを覚えて振り返った。見上げるような巨木とその根元には洞窟と見まがう大穴が口を開けている。恐ろ恐ろ再び中に足を踏み入れる。だがいくらも行かないうちに行き止まりになってしまった。やはりそうそう行ける場所ではないらしい。だが次に向こうへ行ける時期を推察することなら、いや、やめておこう。あそこはきっと人が荒らしていい場所ではないのだろう。荒らしていい場所ではないというか、圧倒的には俺らのが海生物だからな。未練を断ち切るため里に降りるとすぐにカバンを燃やした。論文も採取した資料も全ての成果は真っ白な灰になって消えたわけだが、不思議と気分明るい。とはいえ新天地を夢見て俺の研究に出資していた側からすればたまったものではなかっただろう。実際俺は1週間の神隠しから帰還した疲れを癒す間もなく激怒した債権者に追い回されることとなった。この話はすぐに郷里へ伝わり、元から折り合いの悪かった我が父を激怒させた。とはいえどんなに不出来であっても一人息子は一人息子、見捨てることはできなかったらしく、結局借財は全て実家が清算してくれた。こうして借金取りから辛くも逃げられたわけだが、次は世間から追い回される羽目になった。選挙への侵入などというアホみたいな目標を掲げ、当然のように手ぶらで帰ってきた成金の放蕩息子。大衆新聞にとってこれほどいいネタはない。かくして俺の顔写真とおめえは毎日のように三面記事を賑わせることとなった。無論親からは感動されたよ。で、手切れ金のようによこされた財産を元手に始めたのがこの古書店だ。それから学問もやめ、こうして細々と暮らしをつないでいるわけだ。あの時もし研究成果を持って帰ってりゃ今頃は億万長者だったんだろうが。だけどやっぱり助けてもらったもんがあったからさ、仕方ないよな。何か面白い話を知らないか。酔った勢いでそう尋ねたところ、古書店の店主はそんな話を聞かせてくれた。それにしてもとんでもない歌話だ。思わず苦笑する。酔っ払いだと思ってあんまり適当な話をするなよ。そう苦言を呈すると店主は不機嫌そうに眉を潜めた。うるさいな、これだけ長々と話させたんだ。一冊でいいから買っていけよ。おー、なるほどね。誇りっぽい古書店の主と、他のエンディングは全然わからんね。アップデート、ちょっとしばらくしてアップデートしたところ、エンディングのヒントが追加されてまして、で一個ちょっと回収しちゃったんだけど、なんかこのステータスで分岐するらしいですね、信頼度マックスの状態で。とりあえずじゃあこの新庄理解さんと、じゃあこの322で行ってみるか。
心情理解だけで一番できてると。でも顔は分かってないって感じだね。さあどう、この誰かは一回こちら振り返ってこちらへ戻ってくるんじゃないかと期待した。だが結局誰かはこちらへ背を向けると一目散に穴の方へ駆けていってしまった。その姿が見えなくなった後も私はしばらく立ち去ることができなかった。とある寒村の民より伝え聞いた証言より、ある日、あ、新しいね、うちの村に学者を名乗る怪しい男がやってきた。民間信仰の調査だとか言って入ってはいけない恩や恩山にズケズケと入っていくような学者を村のみんなは虫を見るような目で見送ったことを覚えている。男の話では日が暮れるまでに宿へ帰ってくるはずだったが、翌朝になっても戻ってはこなかった。おそらく慣れない山道に迷ったか、それとも険しい断崖で滑落したのか、どちらにせよもう生きてはいるまい。村の人間は皆そう思っていた。だが一週間ほどだった頃、男は帰ってきた。それも全くの無傷、いや無傷どころの話ではない。険しい山のを降りてきたというのに男の衣服には泥一つついていなかった。村の人間は騒然とした。だが奇妙な点はそれだけではない。というのも山から戻ってきた学者は別人のように変わっていたのだ。簡単に言うとすごく物分かりが良くなった。村のしきたりや村のジーバーの言葉によく耳を傾けているし、お祈りにも熱心に参加している。温山から帰ってくる前は村の神様とか祭りのことを根掘り葉掘り聞いては非文明的だと鼻で笑っていたのに、近頃は神主さんともすごく仲が良さそうだ。神社の蔵へ出入りすることも許したのようだから驚いた。村の人間はもう誰もあの学者を追い返そうとはしない。どうやら彼は我々の仲間になったようだ。怖いな、それはそれで。洗脳されてない？理解というか。誰かを自然に返してから半年、正直初めのうちは激しいペットロスに苦しんだ。仲間の元へ返してあげるのが誰かのためとはいえ喪失感は埋めようがない。だが今では完全に立ち直っている。それどころか毎日が楽しくてしょうがないぐらいだ。なんで？というのも最近庭に誰かが遊びに来るようになったのだ。賢い誰かはどうやらうちの庭までの道を覚えていたらしい。へえ、賢いねって。ひよこのひなみたいに。あ、でこの姿なのね。だこの姿じゃないとここのエンディング来れないのか。助けてもらった恩返しとばかりに月に何度か綺麗な花や石なんかを持ってやってくる。それも一人ではなくお友達を連れて。お友達、きっと群れの仲間なんだろう。神様って揃いの黄色い服を着た人たちが庭の隅に集まり、はちゃはちゃわちゃわちゃとはしゃいでいる。あ、かわいいひよこみたいな。本当に誰かの連れてくるお友達はどんどん増えて、今は数十匹の大所帯だ。かわいい、なんて癒される光景なんだろうか。確かにね、犬がたくさん来たら。なぜか時々穴の中へ連れて行かれて二度と来なくなる子がいたりするのがちょっと気になるけど。穴の中へ連れて行かれて二度と来なくなる子がいたりする、どういうこと？どっから連れて行かれてってこと？邪教の教祖、邪教っていうな。で、これまでなんかエンディングのここかな、ビターエンドとかも、スチルがちゃんと表示されるようになりましたと。たまに来てあの害獣になっちゃったルートと、お腹の中にこれ食べちゃったルートかな、これ誰かか。で残りやっていこうか。パラメータの偏りで分岐するんだね。パラメータを拾うチャンスがちょっと選択肢によって増えたりするんだよな多分。じゃあ、まあ言語理解をだけを上げるパターンやってみようか。多分信頼関係上がんないけど、本を読む時間を取れるタイプの選択肢、それをうまく選んでいけば、複数箇所3にしたりとか、全部3もできるのかな多分。でも3の数だな、多分3の数で分岐しそう。よし、とうとう誰かを自然に返してやる日が来た。まだ朝日が出たばかりの早朝、飼育ケースを持って庭へ出ると草についた朝露が足を濡らす。間もなく誰かを見つけた低木のそばへとたどり着いたが、すぐにケースの扉を開ける気にはなれなかった。だがいつまでも別れを惜しんでるわけにはいかない。誰かだって早く仲間たちに会いたいはずだ。そう自分に言い聞かせ、誰かを木の根元へ下ろす。すると自由になった誰かはたちまち穴の奥へ向かって駆け出した。小さな背中が穴の奥へ消えていく。もうこれで別れか、そう思った直後ふと誰かが立ち止まった。誰かがこちらを振り返った。爪先がためらいがちにこちらを向く。その様子に一瞬こちらへ戻ってくるんじゃないかと期待した。これは見たエンディングかな一回。この新しいデータだとまだ撮ってないけど、誰かがこちら背を向けると一目散に穴の方へ駆けていってしまった。その姿が見えなくなった後も私はしばらく立ち去ることができなかった。さあ、あーでもそうかな、あーでも違うな。暗い穴を通り抜けると俺は元の山の中にいた。辺りを見回すと朽ちかけた標識が目に入った。書いてある文字は日本語、サイズも実に常識的なものだ。どうやら本当に帰ってきたらしい。安堵しつつわずかな名残惜しさを覚えて振り返った。あーすごい貴重な経験だよな、生きて帰った上で言うと。見上げるような巨木、その根元には洞窟と見まがうほどの大穴が口を開けている。
恐る恐る再び中に足を踏み入れる。だがいくらも行かないうちに行き止まりになってしまった。やはりそうそう行ける場所ではないらしい。だが次に向こうへ行ける時期を推察することなら、いや、やめておこう。あそこはきっと人が荒らしていい場所ではないのだろう。それにあっち側から人が来るとかもありそうだしね。人というか化け物が。未練を断ち切るため里に降りるとすぐにカバンを燃やした。論文も採取した資料も全ての成果は真っ白の灰になって消えたわけだが、不思議と気分は軽い。あ、でもこれ見たか。あ、これ見たやつか、見たやつか。あ、激怒した債権者に追い回されるようになったと。ああ、スチル見てなかったのね。スチル見れなかったのがこれ。無論親からは感動されたよって。めっちゃかっこいいやお前、なんか文豪みたいになっとるやん。で、手切れ金のように起こされた財産を元手に始めたのがこの古書店だ。それから学問をやめ、こうして細々と暮らしをつないでるわけだ。もしあの時、もし研究成果を持って帰ってりゃ今頃は億万長者だったんだろうが。だけどやっぱり助けてもらった恩があったからさ、仕方ないよな。何か面白い話を知らないか。酔った勢いでそう尋ねたところ、古書店の店主はそんな話を聞かせてくれた。これね、はいはいはい、こんなエンディングだった。やっぱ絵があるのとないのじゃちょっとまた雰囲気違ってくるね。ここも撮った、ここも撮ってた気するけど。とりあえずじゃあ次が身だしなみだけ3ルートね。さあ身だしなみさん、さあどうでしょう。返すとこまではみんな共通かな多分。あ、でもくるりと振り返ると、驚く私の足元のとてとて方が駆け寄ってきた。一体どうしたんだろう。よし、わかった。多分誰かうちのペットになりたがっているのだ。だから私の元に戻ってきたん違いない。というかそれ以外理由が考えつかない。どうやら相当懐かれてしまったらしい。本当は野生の動物は野生に返さなくてはいけないが、本人が残りたがっているんだから仕方ないよね。あ、これも見たやつかな多分。正式に我が家のペットになったやと。ああ、そうだね。そうか、だから俺の身だしなみが良かったからか、これは。あ、で、こんなんだったんだ、お前。賢い子だと、はいはいはい。善と多難な求婚者。確かに求婚者だったわ、よう見たら。じゃあ次は、2種類。身だしなみか、じゃあ言語プラス心情満タンにしてみようか。それでどういうエンディングになるかだが。まあ、重要なのが高いところなのか低いところなのかって話はあるけど、まあ、90% 戻っちゃったけど。あら、あー、全部見れちゃう？これだと全部見ちゃうんだ。あー、見るタイミングが2回増えた。そっか、まあいいや。とうとう誰かを自然に返してやる日が来た。まだ、うん、なんかでも全満タンは一番いいエンディングっぽいけどな。よし、分かった。多分誰かうちのペットになりたがっているのだと。はいはいはい。やっぱり身だしなみが良かったら残りたがるんだ、大事ですね。あの日誰かがうちのペットになってからどれだけの月日が経っただろうか。掃除の途中で古い日記帳を見つけ、手に取るとふとそんなことを考えた。懐かしさに惹かれ、パラパラとめくっていく。すると日記帳の半ばほどで誰かを庭で拾った日のページを見つけた。そうか、あれからもう70年近くなるのか。あー、時の流れは早いものだと。あー、じゃあそろそろ死んじゃうじゃん。感慨深くなり、飼育ケースへ目をやる。黒々としていた誰かの毛並みも今ではすっかり白くなっている。ここ十数年は外で活発に遊ぶことも少なくなり、代わりにおとなしく本を読んだり何か書いていることが多くなった。いや、考えてみると元から散歩とかはあまり好きな方じゃなかったな。とはいえ、拾ったばかりの頃と比べるとやはり動きは遅いし、最近は目も悪くなってきたようだ。悲しい。人の寿命は私たちと比べるとあまりに短い。飼育下でも120年前後だという。前後。やっぱり飼育環境すごいな。それもペット用に品種改良された人での話だ。誰かは野生種、それも途中までは自然で生きてきた個体だ。正直そろそろ覚悟しなくてはいけないかもしれない。できれば最後まで穏やかに幸せのまま見取ってあげたいものだ。悲しいな、なんか。そんなことがあった矢先、誰かが脱走した。猫みたいな。初めは見間違いに違いないと思った。何してこの数十年間、誰かは一度だってそんなことはしないお利口な子だったから。しかし、どれだけくまなく飼育ケースを探しても誰かの姿は見つからない。呆然とする私の眼前で小さな紙片の束が崩れ、バラバラと散らばっている。そのどれにも誰かの書いた消し粒のような字がびっしりと書き込まれていた。それから眠れない日々が続いた。部屋の中の捜索はもちろん、外へ脱走した可能性も考えて迷子探しの張り紙もしたが効果はなし。
そうこうしているうちに1週間が経ち、いよいよ手詰まりになってきた。誰かは一体どこでどうしているのだろう。もうかなり老齢だったし、自然ではとても生きていけないはず。と今頃はもうネズミや虫に、いやその先のことは考えたくない。半ば諦めつつ、それでも現実を受け入れきれずに隣の駅まで迷子ポスターを貼りに行ったその日の夜、帰宅した私は部屋の電気をつける気力もなく、薄暗いリビングを手探りに進んだ。そのままぐったりとソファーに横になろうとしたその時だった。背もたれの陰に何かがうごめくのを見つけ、私は声にならない悲鳴を上げた。死んじゃってる？慌てて電気をつけると、そこには赤ん坊がいた。これを見て赤ん坊と言ってる。お前はもちろん私の子じゃない。産んだ覚えも産ませた覚えもない。なんだこの子。あまりのことに呆然とする私に、その赤ん坊はよちよちと這い寄ると、人間の赤ん坊、誰か誰かとたどたどしいながら確かにそう言った。その後混乱しながらも私はとにかく役所に出連絡した。だが結局のところ、あの赤ん坊の出所は判明しなかった。最初は私の子なのではないかとかなり疑われたが、検査の結果やはり私の子ではないことがはっきりした。じゃあ人間の子じゃないのか。かといってうちに赤ん坊を捨てていくようなものに心当たりもない。当然だが、とりあえず役所の見解としては、赤の他人が勝手に家へ入り込んで子供を捨てていったというなんとも奇妙な結論で決着がついた。まあね、こうして晴れて私には責任がないことが判明したわけなのだが、どうしても他人事とは思えず、結局私が引き取ることとなった。まあね、なんか捨てるのもな。それから数十年が経ち、あの子はすっかり大きくなった。二足歩行で元気に歩き回り、器用に道具を使い、最近では意味の通る言葉を話し始めている。全く子供の成長の速さには驚くばかりだ。いやいきなり、ちょっと状況がわからんこいつか。ちょっと待って、何の話してる。ところで実にバカバカしいのはわかっているのだが、実は未だにあの子がいなくなったのは誰かなのではないかと思うことがある。あの子がいなくなった誰かなのではないかと。生まれ変わりみたいなのは確かに。思い返せば誰かは特別に頭のいい子だった。時折私の言葉どころか、テレビの内容や本に書いてある文字まで理解しているんじゃないかと思うほど利口な子だ。転生するなんか方法を見つけて実行したってこと？魔法人みたいな。特に脱走する前の数年はずっと本を片手に紙に何かを書き続けていて、まるで研究論文でも書いてるみたいだねと知人に話して笑っていた。まさかあれは。いやいや、さすがに荒唐無稽すぎる考えだ。全部偶然。あの日誰かと言ったように聞こえたのもただのクソな耳だったん違いない。しかしだらしのない私のために朝起こしてくれたり、机の上を整頓してくれたり、ボサボサの髪を溶かしてくれる姿にどこか見覚えがあるような。確かに髪型も近いしね。いやまさかね。何かに乗っ取った何かの体を。誰か怖何かを乗っ取ってません、あなた。でもどうすんだろう。さっきてっきりここでやったらいいかなと思ったんだけども、買い直しに行ったら死なんか。死んでるよねこれ。だよな、死ぬよな。あ違うな、233が無理なんだから133を作ればいいのか。普通に133作ろう。全然なんかずっと勘違いしてた。よし来た、これで。あ、信頼関係 100% なんだ。特定不能ではないんだ。よし、自然に返してやろう。これでお別れかと思った取得後、ふと誰かが立ち止まった。誰かはくるりと振り返ると、驚く私の足元のトテトテと駆け寄ってきた。一体どうしたんだろう。よし、わかった。多分誰かはうちのペットになりたがっているのだ。だから私の元に戻ってきたん違いない。というか、それ以外理由が考えつかない。とやら相当懐かれてしまっているらしい。本当は野生の動物は野生に返さなくてはいけないが、本人が残りたがっていくんだから仕方ないよね。というわけで誰かは正式に我が家のペットになった。ペットを飼うからには最後まで責任を持つつもりだ。誰かのためなら何でもすると言いたいところなのだが、もちろん人のことはたくさん勉強してるし、飼育用品だって餌だってこだわってる。しかしどうしてもファッションには興味が湧かないでもまあ在宅業でほとんど外には出てないんだし、見た目に関しては誰かの前でだけちょっと整えればいいか。飼う上では見た目をずっときちんとしてないとって。不定形ってやっぱり楽だな。なんか今小さい足音が聞こえたような。慣れてくれよそれは。もう数分前、あの巨大な怪鳥に拾ってもらってからどれくらい経っただろうか。最初は化け物だと怯えていたが、とんでもない。虫に襲われ瀕死の俺を献身的に助けてくれたあの人、いや鳥はまさに命の恩人だ。そんな命の恩人に何か返すことはできないだろうか。そう思っていた矢先、あの人が棚の隙間に鍵を落としたのを見た。
確かに、確かあれは大事なものだったはず。優しい。今こそ恩を返す時だ。そう考え、俺は飼育ケースをよじ登って脱走し、隙間に落ちた鍵を拾い上げた。あとは届けるだけだ。耳を澄ますと寝室の方からかすかな物音が聞こえる。どうやらそこにいるようだ。なんか踏んじゃうとか？少しだけ開いた扉の隙間に体をねじ込み中へ入ると、そこには見たことがない名状しがたい何かが。何を見たのお前は。じゃあ言語理解だけ、もう勉強はちょっと英語の勉強だけはできませんって。おしで、こっちのルートはちょっとごめん、スキップボタン押しっぱにしてた。誰かくるりと振り返ると、足元にとてとてと駆け寄ってきて、まあペットになりたいと。でまあ一緒だね。でここに来て、言語理解だけないからな。というわけで俺はこの家のペットになった。それ以来ふかふかのベッドで眠り、餌を与えられてぼーっと過ごす毎日が続いてる。さすがにこのままではいろいろとダメになる。そう思い何か手伝いでもしようとしたのだが、相手にされなかった。何せこちらの言葉が通じないのではどうしようもない。だから現状こうやって愛玩動物としての扱いに甘んじているわ。というわけだ。しかしこうやってゴロゴロしているとだんだんと自分がここへ来た目的すら曖昧になってくる。なんだっけ。そうだ、もともと俺は長年調査からあの山村に伝わるオウムカデの伝承がただの言い伝えではないとたつき止め、まだ見ぬ新種の虫と名誉を求めあの山へ入った。そういえば麓の村の連中は、あそこは禁足地だだなんとか忠告してきたが、あの時は気にも留めなかった。どうせ有毒ガスか何かが噴出していて幻覚を見たやつがいたんだろう、そんな風に思っていた。それがまさか本当にこんな場所へ繋がっていたなんて。これは大発見だ。この場所は未知の動植物や鉱物に満ち溢れている。この資源を活用すれば我が国の産業に革命が起きるだろう。ここで得た資料やこれまでの研究を持ち帰れば俺はまさに英雄になれる。だが人間ではないとはいえ、自分の命を助けてくれた恩人の住処を荒らすような真似はできない。そこまで白状にはなれないし、きっと残りの人生を深く後悔しながら生きる羽目になるだろう。そんなのはごめんだ。とはいえ何の成果もなく手ぶらで帰ればどれだけ周りから嘲笑されることか。いやそれどころではない、あちこちに頼み込んで研究資金を借りてきたから、元の世界に戻ればその瞬間から命がけの逃亡生活が始まる。やっぱりこのままペットでいるのが一番幸せなのかもしれない。ああいろいろ考えた結果のこの状態、愛玩動物エンド。じゃあ最後が新庄君、人の心とは何なのかという感じのエンディングですね。さあどうだ、あ戻ってきてくれて、でも心がわからない俺は。さあどうなる。というわけで誰かは正式に我が家のペットになったのだが、誰かは私が考えていたよりもずっとずっと賢い子だったようだ。あれは誰かを正式に飼い始めてから数日後のことだっただろうか。何でもいいから何か手伝いがしたい。誰かがそう伝えてきた時、私は初め自分が人の言葉を聞き間違えているんだと思った。だから私は冗談のつもりで、ああ誰かが本当にあのレシートの山をきれいにしてくれたらな、なんてつぶやいたのだ。ああ元子がレシートの山をきれいにしてくれたらな。風呂から戻ってきてきれいに日記、風呂から戻ってきてきれいに日付順に整えられ、輪ゴムでまとめられたレシートを目にした時の驚きといったら、怖すげえってなるな。人のちっちゃい大きいレシートでしょ、人からしたら。今でも鮮明に思い出すことができる。多分一生忘れないだろう。それからというもの、誰かは毎朝私を起こし、経費のレシートをまとめ、デスクの上を整頓し続けてきてくれる。ああすごいね。ルールわかるの？その、まあ、本読んだらわかんのか。ちなみに今私がうっかり引きちぎってしまったシャツのボタンをつけ直してる最中だ。おそらく私よりペットの方が賢いだろう。心情がわかんないから顔はずっとこのままだ。ところで人というのはこんなに頭がいい動物なんだろうか。いや確かに賢い動物の代名詞ではあるが、それにしても誰かは飛び抜けている気がしてならない。そういえばもう一つ気にかかっていることがある。というのも私はどうやら人の表情を読み取る才能がなかったらしく、いまいち誰かの表情がわからないままなのだ。誰かは毎日ニコニコと楽しげにお手伝いをしてくれているように見えるのだが、本当のところ誰かは私のことをどう思っているのだろうか。まさか嫌われてないよね。あ確かにな、ヘビ飼ってるけどヘビの方は表情は分かりづらいからな。可愛いってしかなんないから。はい、ということでなかなかこの分岐、これもこれ可愛いよな。なかなか分岐も面白かったね。はい、ということで、ひとちゃん飼育日記でございました。ご視聴ありがとうございました。